三菱電機が提案する FA 統合ソリューション eFactory をご紹介します eFactory は FA と IT を融合し生産現場と経営全体の最適化を可能にするソリューションです eFactory の特徴は人機械 IT が協調した効率的でフレキシブルな次世代のものづくりの実現生産現場とエンジニアリングチェーンサプライチェーン全体の最適化そして eFactory Alliance のパートナー各社との連携によるトータルソリューションの提供です。こちらの eFactory コンセプトデモ機では、スマートフォンの製造工程をモデルに eFactory を活用した次世代のものづくりをお見せしています。数種類のワークをライン上に混在して流しても RFID で管理されているため、製品ごとに異なる加工方法や検査項目をリアルタイムに変更することができます。 このように変種変量生産にもフレキシブルに対応できます。また、人との距離を検知して、ロボットを最適に制御することで、人とロボットの共同作業を実現しています。こちらの端末では、各工程から収集したデータの活用方法をご紹介しています。LINE モニターによる現場のリアルタイムな生産情報、省エネの監視、 センサやビジョンカメラなどで収集したビッグデータをワークに紐づ付けていき出荷後のトレーサビリティへ活用故障診断機能においては異常箇所を回路図面レベルまで落とし込み素早く特定することが可能ですまた高度なシミュレーションツールを使って設計工数を大幅に削減することも可能になりました FA と IT を融合するためにはそれらをつなぐ役割が必要です eFactory の大きな特徴である中間層でのデータの一時処理すなわちエッジコンピューティングにより FAIT 間のリアルタイムな情報伝達分析処理を行うことが可能になりますこれにより生産現場と経営全体の最適化を実現します三菱電機 eFactory にご期待ください